ジャン君、おはようございます。あれ、ジャン君、呼ばれたの分かったけど毛づくろいしちゃったのね。ジャン君、ジャン君、はやはや、ジャン君、今日も元気にやっていきましょうね。ジャン君、そういえばもらい物のキャットタワーがあるんですよ。もう1ヶ月以上前に、お店を閉める楽器屋さんからいりますかって言われて、はいって手を挙げたのに、階段の途中に置いてあります。使う？この部屋に入れるのはちょっとごちゃごちゃすぎて、そうすると隣の荷物部屋だけどそっちもごちゃごちゃすぎて、どうしようね。一旦こっち持ってきてみる？キャットタワーオン、キャットタワーが上には乗らないか、横にするか。横に置くときはなんて言うんだろう、オンじゃないんだよね。さあ、ポンちゃん、ポンちゃんもおはよう。あれ、ポンちゃんそんなとこ行ったの？ポンちゃんさっきまであっちの、じゃあキャットタワーを置ける場所を何か確保して、それか階段の上り下りできるようにするっていう案だけど、階段はちょっとまだまだね、お金もかかるし難しいからね。隣の荷物部屋のどこかを開けるか、開かないんだよな、なかなかな。今ギターを置いてるところを、ギターをどこへ置くかだね。そうすると考えまーす。ポンちゃんは寝ています。あ、ごめんごめん、頭撫でただけですよ。ポンちゃん、ポンちゃんって言ってから撫でない。ポンちゃんはって言ったけどね。それは呼ばれたって思わないよね、ポンちゃん。はい、ジャン君、ジャン君、あれ、顔のとこ行っても無反応ですか？しないな。しなそうだね。大人のジャン君は食いつきません。
はい、ジャン君の結果出ました。こちらもこちらももう一つでした。残念。ジャン君大人だね。はい、そしたらここいで。はいよ。はい、はいで。ジャン君はいで。ジャン君、ジャン君、やり方が下手か。どうやらそうらしい。はいはいはい、さあお迎えに行かなきゃいけないのね。あ、いた。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、ピンと全然合いませんね。はい。はいはい。おい、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。さあ、ポンちゃん。うん。うん。ポンちゃん。どこ行く？だか、ここ。はいはい。はい。あ、その国勢調査の封筒はダメだよね。はい、ここでいいです。はい。あれ？どっかには乗りたいのね。クッションあるよ。はい、あ、ポンちゃんならこれ遊んでくれる？そうですか？うん、あれリモコンの上、あれ遊ばないの？やっぱり技術の問題かな。このようです。ポンちゃんですら釣れません。はいはい、今度マオイママさんにお願いしよう。ジャン君、どこ行く？ジャン君、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 
入れない。はい、どうぞ。はい。はい。ポンちゃんもおいで。なぜかトイレについてくるジャン君でした。そしてジャン君を追いかけてくるポンちゃんでした。ジャン君、ポンちゃん。はいはい。